エニワニュータウンめぐみやは、北海道エニワ市街地、島松地区の中間に位置する、ニュータウン。道都県整備基本計画、エニワ市総合開発計画において、エニワ、島松市街地の中間に大規模な住宅団地が、敵地として位置づけられ、1979年に、道内発の第三セクター方式によって開発された。80年代から、 札幌県のニュータウンとして栄え、現在では1万人もの住民が恵み屋に住んでいる。恵み屋の由来は、に庭の、恵み、広大な土地から、のを通り、恵み屋と名付けられた。当時のに庭市の地区名は町をつけており、町がつかない、地区名は、に庭市では異例だった。交通面は、ニュータウン内に、JR 千歳線恵みの駅があり、 国道36号線へにはバイパスも接していることからどちらを利用しても札幌市と新千歳空港からはアクセスが良い。ニュータウン内を通る循環型のコミュニティバスが存在する。環境面では恵み屋の中央に大規模公園の恵み屋中央公園と緑地帯が帯状に構成された総合公園、区域ごとに小規模の外区公園を配置されており、 住環境が整えられている。ゴミ収集では、各家庭の敷地内にゴミを出し、収集者が一軒に一軒回って、ゴミを回収する、個別収集する方式を採用している。1987年に、道内発の第三セクター方式で、困難を克服し質の高い街づくりを推進してきたことが評価され、建設事業関係有料団体として、 建設大臣賞を受賞1998年に快適な居住環境と都市機能が充実した快適な街並みづくりで選定を受け、北海道まちづくり百選を受賞1990年に社団法人経済同友会の第5回美しいまちづくり賞審査により、経済同友会大賞を受賞2004年には、 景観街づくりの美しい街並み大賞を受賞された。エニワ市の中で恵み屋のガーデニングが盛んで、花の街として全国的にも知られるようになり、たびたびメディアに紹介されることがある。1991年にニュージーランドのクライストチャーチをエニワ市民13人で視察、13名のうち恵み屋在住で1人の主婦が、 中心となり数名で、恵みの花の愛好会を発足。恵み屋フラワーガーデニングコンテストを開催することになった。1997年に、花の町づくりコンクールで建設大臣賞を受賞。翌年には、夫人雑誌シミセスに、花の町、恵み屋として紹介された。個人宅の庭を、 一定期間公開するオープンガーデンも盛んで、毎年6月上旬に発行される花マップにオープンガーデン卓などが掲載されている。同時期に開催されるエニワ花と暮らし展では、エニワ市民ボランティア花ガイドの案内によるオープンガーデンツアーも実施され、見頃は6月下旬から8月下旬となっている。恵みの駅では6月下旬から8月中旬までの間、 ガーデニングの美しい街中を散策することができる、貸し自転車を9時から14時の間、無料で3時間だけ利用できる。道の駅花ロードエニワでも6月上旬から10月下旬までの間、200円で貸し自転車を利用できる。1973年に、エニワ市議会で議決された、エニワ市総合開発計画が始まり、大規模住宅団地は、 南東松が候補となり、江には、島松市街の中間に大規模住宅団地を開発することによって、江庭市が一体となることができるという意味でもあった。1974年に、江庭市衛生都市化構想を市議会で議決されることになった。1975年には、江庭市、江庭市新高校舎と民間4者による第三セクター方式の 江には新都市開発公社が発足され、道内では初の官民共同事業となった。江には住宅団地開発整理事業基本構想図を元に作成全体の構想では1995年までに計画面積335.4ヘクタール、計画人口2万2000人を目指して、住宅団地を渦のように第一次計画、第二次計画まで開発する構想だった。 第三同営住宅団地をめぐみ屋が、誘致候補地となっていたが、後に、広島町を第三同営住宅団地として決定された。基本構想で配置する施設は、保育園3園、幼稚園3園、小学校3校、中学校1校、大学1校、外区公園9カ所、総合公園2カ所となっている。中央に、センター地区として、商業施設や、 金融機関や病院などの施設を配置する。交通面では、江庭駅と島松駅間をバス循環型にして結ぶ計画。第二次計画では、北海道江庭北高等学校付近までの開発する計画だった。現在は、第二次計画が開発されておらず、白紙状態となっている。1977年に恵屋の原型となる、 絵には住宅団地基本計画が策定された。基本計画では、計画面積254.9ヘクタール、計画人口1万5000人と、基本構想の計画面積よりも縮小され、1978年に開発公社が策定した絵には、住宅団地実施計画では、計画面積249ヘクタール、計画人口1万5000人と、 さらに縮小された形となった。市街区域編入に対応し、第一次計画が1979年に着工することになった。最初に着工されたのが南1丁目と南2丁目と西3丁目。1980年に、江庭住宅団地の名称を変更し、江庭ニュータウン、めぐみに決定した。駅の誘致が決まり、めぐみの西一丁目。 西二丁目の区画整理計画を大きく変更することになった。それにより当初、計画されていたセンター地区計画が変更されることになった。恵みの駅が設置されることで、伊藤洋華堂は当初、国道36号線沿いの柏木地区に出展する予定であったが、開発公社による恵み屋駅前の出展要請も失敗に終わり、今度は、 エニワ市の全面協力で駅前に出店することが決まった。計画変更が余儀なくされたセンター地区は、公共施設、ホテル、研究施設に計画変更された。1982年以降は1926年に、エニワ駅と島松駅の開業以来となる、千歳線で11番亀の恵庭駅が開業したり、伊東洋家道エニワ店などが続々とオープンした。 1983年には、北海道発となる、住宅生産振興財団と、北海道新聞社主催の、83北海道住宅祭が開催。参加企業が17社で、めぐみや北山丁目に60棟の、モデルハウスが展示され、隣接する、めぐみや中央公園の野外音楽堂で、札幌公共楽団コンサートや STB ラジオ、 公開番組のサンデージャンボスペシャルなど、野球場で、元プロ野球選手の杉浦正と本、屋敷、金吾を講師として招く、少年野球教室や、歌手のジュディオングが、地元チーム監督となってある、人気タレント野球試合など様々なイベントが、開催された。7月9日から24日までの16日間で、来場者が5万3000人を訪れ賑わいを見せた。 造成中の絵にはニュータウン、恵みの国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成恵みの区域団地中央通りと恵みや、中央公園と恵みや南両口、恵みの北両口で、東西南北に分けられている。絵にはリサーチビジネスパークセンタービル、絵には私立恵みの中学校大学専門学校、中学校小学校幼稚園、 保育園過去にあった学校めぐみの中央公園、日本庭園大規模公園公園区分は、総合公園。めぐみの中央公園は中央に配置され、敷地面積11.1ヘクタールの大きな公園で、日本庭園、野外音楽堂、冒険広場と3つのエリアに分かれている。小規模公園公園区分は、外区公園として、区域ごとに公園を配置。 1982年に、花の丘公園、タイヤの丘公園、アルプス公園の3カ所が、共用開始となり、最初の公園となった。夏季の各公園は0.08ヘクタールから1.1ヘクタールまでの敷地面積を持つ。緑地公園区分は、都市緑地として配置。めぐみ屋の南側から、めぐみの南緑地、めぐみの中央公園。 めぐみや21号緑地めぐみの東側にある、めぐみや北緑地と連続して退場につながっている。伊東洋家道へにはて大型商業、施設複合商業施設商店街、コンビニエンスストア、道営住宅市営住宅雇用促進住宅過去のイベント、めぐみの駅めぐみの幹線道路。ありがとうございます。